おはようございます、やんちゃです。2024年1月29日月曜日の朝です。タイマー15分、よいしょ。はい、お願いします。運動、はい、やりますか。タイマー4分、はい、お願いします。今日の天気、今日雨降らないですね。晴れ、最高12度、最低2度。ただ注意報が、やっぱこれは島ですね。はい、島だからいっか。はぁ、朝刊あるかな。今日の朝刊はありますね。違法太陽光この字面がいいですよね。違法太陽光、2割是正せず森林無許可開発などで指導。はあ、大変ですね。違法に切り開いてしまったところから電力を買い取りしないとかっていう対応が必要なんですかね。大変だ。よし、あと何かな。ドローン 5G 利用解禁、高精細な映像、災害時活用。 5G 回線を使ったからといってそんなにスループット出ないよわしが普段使っていてわかる。はあ、どうなんだろう。でもどうなんでしょうね、マジで。 5G と一口で言ってもね、様々な周波数があるから、その特性によるんでしょうけど。へえ、あと何かな。ベンチャーキャピタル、資金供給力 1.4 兆円で最高1.4 兆円で最高この文字列がいいな。はあ、日本のスタートアップに投資するベンチャーキャピタルの資金供給能力が2023年末に97億ドルに達した。ほう、1割増えて年末ペースで過去最高。ほう、マネーが熱くなれば人工知能や脱炭素の技術革新に弾みがつく。もうちょい桁上がってほしいですよね。14兆円とか140兆円とかね。はい、楽しみですね。へえ、あと何かな、他面白いのないかな。社説、結婚や子育ての希望を叶える前提整えよう。まあそうっすね。少子化対策元年なるかもう1月もだいぶ進んできちゃったから、今から元年だって言ってもちょっと11ヶ月しかないぞ。はあ、どうなんでしょうね。まあでも子供手当とかね、子供手当じゃないですけど児童手当とか大学無償化とか、まあだいぶ整備が進んでるんじゃないかなとは思いますけど、どうでしょう。あとなんかないかな。うおギガが切れてるから3面がダウンロードでいいねじゃあ、あんま面白くなさそうだけど、岸田派など解散評価 59%、 ふう、派閥存続容認 32% 止まり。この岸田派解散みたいなやつは、単に岸田派っていう名前がなくなっただけで政策集団だみたいな、なんか名前替えじゃないんですか、これは。よく分かってないんですけど、ぐおーきつい。まあでも既存の派閥とも戦っていく姿勢を見せていたのは、なんかやる気はあるなと思いましたけど、ぐーきつい、ぐぐいぎぎ、ぐおーきつ、はあしんど、しゅわしゅ、はい、そしてよっこいせ、けん玉、よし、やりますか。グローバルけん玉ネットワークの検定アドバン3級と2級の練習。よっと、はよし、OK、 もしかめ剣終わり。そして
フリケン。フリケン一発目で成功したのは偉いですね。で、世界一周、あ、ダメか。ダメだ。よいしょ。よし、OK。世界一周。あとなんだっけ。近め世界一周。あとなんだ。忘れ、ど忘れした。普段何やってたっけ、わし。救い券。ん？ちょっと待って。近め世界一周、アフリ券。あ、救い券。よっ。救い券。そして、坂落としね。はい。よっと。は、惜しい。よっと。ほっ。わ。ふぅ。よいしょ。はい。の状態から。よいしょ。う確実に行こうと思ってひよってしまった。よいしょ。力加減むずいよ、これ。うわぁ。滑った。はぁ、あ。むず。よっと。今日風がないからね。よっと。オッケー。はい、危なかったね。風がないから精密にやれるんですよ。よいしょ。ほ、次2球。フリケンからの地球回し。オッケー。危ねえ。次、よいしょ。ヨーロッパ一周。うわ、ダメか。中皿から剣が結構むずいんですよね。よっと。ほっ、よし、オッケー。ふぅ、あとなんだっけ。ダウンスパイク。ほっ、ダウンスパイク。そしてウグイス。おっと。うわ、落ち着け。よいしょ。うダメだった。よいしょ。ダメだね。よいしょ。ほっ、なんかウグイスできなくなったわ。よいしょ。できてない。ちょっと落ち着け。ほっ、できてないね。ウグイス、あれ、なんかね、今までもウグイスできてたんだけど、なんでできてたのかわかんないんだよね。なんか手が勝手にウグイスを成功させてたから。終わった。今良かったもんな。よし、もう一回。ほっ、よし、 OK。 ふぅ、なんで成功したんだろう。なんかね、これ剣玉が削れてきていい感じに保持できる、なんかなんていうの、いい感じに保持できるぐらいここが削れてきたっていうことな気がしていて、果たしてそれはわしが上手くなったのかみたいな。よし、次、羽剣。よいしょ。縦にするといいっていうね。はい。よいしょ。は、惜しい。縦にして回すと確かに。よいしょ。今、剣がどの向きなのかすごい分かりやすい。よいしょ。もうちょい回して、膝を使って、美味しいところで待ち受けるようにすればいいんだと思うんだよね。よいしょ。はこれをあんま派手にやろうとすると相当腰に負担が。はよし、 OK。 そういうことですよ。ちゃんと膝を使って美味しいところを膝で待ち受ける。何言ってるか分かります。はい、カシャ。へえ、終わった。今日もまたなんか終わった感がありますね。毎回ね、
やんちゃクラブが撮影開始して終わって、やんちゃクラブの撮影が終わってから次の撮影までの間、もっと言うと運動とけん玉をやった後、ここまでが1日っていう、やんちゃクラブのっていうか私の1日のこう始まりの基準点、オリジンポイントはやんちゃクラブのこの適当に喋るパートの始まりなんですよ。そうするとそこまでにやったことがいやー終わったっていう、そういう話なんですね。何が終わったのかというと、昨日丸一日、いやー大変でしたね。なんちゃらアイドル10周年記念ライブ渋谷ラママで12時間やってましたね。本当は10時間半ぐらいだったはずですけどね、なんかバンバン押してってそう1時間ぐらい押したんじゃないの結局。はあ、朝10時から結局夜の10時までやってましたよね。はあ、すさまじい回でしたね。ほんと集大成っていう感じ。あの、さまざまな今まで対バンしてきた人とかね、そのなんちゃらアイドルの主催ライブに今まで来てくれた人がこうバカスカ来てくれて、はあ、いやよくねゲームとかでこうある程度進むとボスラッシュとかって言って、今まで出てきたボスキャラが順番に出てきて、それをなんか8連続で討伐しろみたいなあれに近い、ボスラッシュっぽかった。なんかなんちゃらアイドルボスラッシュって感じ。まあちょっと紛らわしいのは、あのライブハウス界隈に、まあ今も活動してるか分かんないですけど、ボスラッシュっていうユニットもいるんですよね確かいたんですよね。ボスラッシュっていう名前のなんか電子音楽、ゲームっぽい音楽のユニットじゃないか、あれソロかな忘れましたけど、ゲームっぽい音楽を作ってそれで歌う人みたいな、ボスラッシュっていう人いた気がするから紛らわしいんですけど、そっちのボスラッシュじゃなくて、はい、こっちのボスラッシュです。はい、へーっていう感じでしたね。一つ一つ説明するのも難しいですけど、昨日私やんちゃクラブの編集とかも全部せずに、そのままカメラとパソコンもカバンに入れて家を出て、でやばいやばい10時に間に合わねえとか言ってギリギリでしたね。電車の中で編集して、で山手線でアップロードを試みたんですけど、やっぱりね 5G でアップロードするの無理がある5G は早いところだと 40Mbps ぐらい出る。 40Mbps ってことは 5MB/s ぐらい出るですよ、早いところだとね、アップ速度ですよ。ダウンロードはもっと出るんですけど、ダウンロードはね早いところだと、そうだな、40Mbps とか出る40Mbps 大したもんですよね。家の回線並みですよね、ダウンロードね。まあ、そんなに早く大量にダウンロードしたらすぐギガが尽きる気がしますけど、まあ、使い放題なら問題ないわけですよね。まあ、ちょっと話それましたけど、下りはまあそんぐらい早いこともある 5G は。だけど上りに限って言うと、ほんと5Mbps出りゃまあ超早いねっていう感じなんですよね。しかも山手線に乗りながらアップしてると、そうですね、1Mbps出ればまあ早いなって。しかも移動してるからどんどんつながる基地局が切り替わってって、あ、なんかもうこれダメだ、この駅ダメだとか、東京駅なのにダメだとか大体の駅がダメだし、移動し始めるとまたスループット下がるし、ダメだこりゃって言って、秋葉原から渋谷に着くまでの間にアップロードできませんでしたね。まあそうなりますよね。はい、なのでダメで、しょうがないから
渋谷ラママに着いてからアップロードしようと思ったんですけど、その渋谷ラママに Wi-Fi があって、で Wi-Fi QR コード読み込むとつなげられるんですけど、 iPhone で読み込んでつないだら、あの MacBook Pro の方にもその設定がなんて言うんですか、シェアされるようになってて、 Apple ID 経由で、それ便利ですよね。だからいつもこうアクセスポイント名 SSID とそのパスワードをパソコンで読み込むのめんどくさいから、私はいつも iPhone の方で読み込んで iPhone から設定をシェアするようにしてるんですけど、それで繋いだらすごくて、ちょうど100メガ BPS 出てた、上りが。まあオーソドックスな光回線なんでしょうね。上り 100Mbps、 うちとほぼ同じですよね。うちもうちょっとだけ早いですけど。なので渋谷ラママで 10MB 秒ぐらい出してアップロードできましたよ、数分で。いやー素晴らしい。他に Wi-Fi をゴリゴリ使うやつなんかライブハウスでいませんからね。わかんない、いたかな、もしかして昨日のなんちゃら10周年のライブって、あの配信があったんですよ。配信があったからまずかったかな。配信あの回線使ってんだよな多分な。いやでもゲストに配るアクセスポイントの部分をある程度待機制限するぐらいはしてますよね、きっとね。わかりませんけど、なんだっけ、 Twitch かなんかで昨日の配信見られるんですけど、私配信チケット買わないと見らんないな、はい、入場した人は配信見られるわけじゃないので、配信は配信で別途買わなきゃいけないから見らんないけど、わしがアップロードしていた時に配信がなんかカクついてたらめちゃくちゃ気の毒だよね。気の毒っていうかやばいよね。でもさあ。いやまあ確か切り替えの間だったと思うんですよ。切り替えの間にアップロードしてたから、あの演者と演者の転換の時間にアップロードしてたから問題ないはず、はい、5分でアップロードできたし、はあ、そんな感じでしたね。で昨日そうやってアップロードして、よしこれで安心だってなってから、もう昨日はスマホ見るのやめようと思って、あのカバンの中に、カバン、このベンチコートのポケットの中にあのスマホ入れて、そのまんまあのライブハウスの床にカバンと一緒に置いといて、まあ、一切このライブが終わるまでスマホ見ずに過ごそうと思ってやってましたけど、なかなかいいですね、スマホを持たずにね、目の前のライブにだけ集中して。で昨日は結局カメラも持って行きはしましたけど、カメラ全く回さなかったね。これカメラ回してる場合じゃないなって思って、はあ、なんか目の前のものをちゃんと肉眼で見ないとなって思った。はい、いやほんと久しぶりに見た、懐かしいなっていう人たちも結構いてよかったですね。工藤ちゃんとかね。工藤ちゃんは結構なんて言うんですかね、音源で聞いてたりするんですけど、普段なんかその声の高さと揺らぎがすごい精神に働きかけてくるっていうか、あーってなるっていうか、脳の普段使わない場所をこうはい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 って感じで刺激してくるような周波数と揺らぎがあって、おーってなるですよ。工藤ちゃんっていうアーティストがいるんですけど、その生の演奏と歌が聞けたのでよかったですね。
はあ、あと何ですか、メロン畑屋ゴーゴーっていうアイドルグループがいるんですけど、鳥のなんちゃらアイドルバンドの直前に出てきましたが、やっぱり練度が高いっていうか、すっごい練習してんな多分これっていうか、キレもすごくて、あの動きのねパフォーマンスが素晴らしいんですよね。もう見られたし、なんかほんと盛りだくさんって感じで良かったですよ。あと何ですかね、特筆すべきはね、あのなんちゃらアイドルの運営の九太郎さんっていう人がいるんですけど、その人が去年から結構体調をめちゃくちゃ崩してて、でなんか結構やばいんですよね。結構やばくて、最近ももうなんかその心臓のトラブルで、で結局今リハビリをしてるって言ってて、なんか少しずつ心肺能力をその上げていかなきゃいけないって言って、かといってあんまり激しい運動をすると死ぬっていうそれやばいだから激しい運動をしすぎないように抑えながら、かつ量はこなさなきゃいけないっていう、結構その抑圧されながらも活動はしなきゃいけないっていう、なんかやばいですよね。すぐ息が切れちゃうし、やばいんですけど、その九太郎さんがもう10周年だからとか言ってライブやっててそのギター弾きながらこう絶唱って言ってる人いましたけど、まさに絶唱だなっていうか、はあ、もう命がけの歌唱ですよね。はあ、すごい心打たれるものがありましたね。あの去年の年末に出たなんちゃらアイドルのカバーアルバムから、ね、月になっていかなくていいっていう、確かあれそんな曲だっけそういう歌詞なんだけど、多分そうなんだけど、いやそれがねすごい良かった、その九太郎のその月になっていかなくていいが月になんてだ、月になんてっていう曲が本当に良かったですね。私普段バイクで移動するときに、最近はそのなんちゃらアイドルのカバーアルバム、名前なんだっけ、名前センチメンタルジュークボックスセンチメンタルジュークボックスをずっとかけてるんですけど、この月になんてすごくいいんですよね。月になんて行かなくていいと、同じ過ちを繰り返すならっていう歌詞なんですよ。それを結構繰り返すんですけど、ちょうどねあの日本のなんか月面探査みたいなやつが着陸したニュースもあり、そしてねウクライナとかイスラエルとか様々なこう戦争のニュースが入ってきっていう、なんか今聞くと特にはいっていう感じその月に行くような技術力もねっていう、そのはちゃめちゃに争うために使われてしまうんだとするとどうでしょうみたいな、まあはいみたいなその使う側の人間がこう襟を正さないといけませんねみたいな、なんかそういう歌詞なんですけど、いい曲だなと思ったらなんちゃら10周年ライブでね、その九太郎が歌ってくれたのはすごい良かったですね。はい、いやー良かったな。というわけでね、別に撮ってきた映像が一切ないから思い出思い出を語るしかないんですけど、いやスマホもカメラもなしでライブに向き合うのはなかなか良かったですよ。やっぱいろいろなんか考える余地があるっていうか、なんて言うんですかね、ライブを見てライブそのものを楽しむのもそうなんですけど、考え事が結構はかどるっていうか、なんかやっぱりそのメロディーとか歌詞とかから想起される今の自分の状況みたいなものを、はあなるほどな、じゃあ今の自分のこのこれはこうだよなとかそういうなんて言うんですかね、演者と演者の転換の時とかに考え事したりとか、あと隣の人と喋ったりとかね、隣に
わし昨日ずっと後半の5時間か多分下手すると6時間ぐらいの間、隣にあの元アイドルズっていうあのロックバンドのボーカルのあのヘイちゃんっていう人がずっと立っててあのゲストっていうか観客として来てたので、あのずっと喋ってたんですけど、はあ、なんかなんて言うんですかね、あの音楽家としてのレビューを聞いてたよあのドラムはすごいいいよとか言って、何がいいかというとって言ってすごい早口で教えてくれたからそうなんだって言ってわし聞いてたけど、はあ、めっちゃ良かったとかね、あのスマホ見ながらだとねできないことがいっぱいあるよなって思って、ちょっと脱スマホしたいですよね普段つい見ちゃうからね。とはいえ私結構今月転職してからスマホ見る時間が減った気がするね。はい、結構なんかちゃんと目の前のことに向き合ってる気がする。うん、さて昨日の話はそんなもんでいいかな。で今日なんですけど、今日この後仕事行くんですけど、仕事行ったら今日もね夕方から渋谷らままなんですわまたかっていう感じですけど、今日はねなんちゃらアイドルの青春メンバーの生誕ですね。はい、生誕なのでどうしようかねどうしようかねっていうか、まあ、行ってお祝いすればいいだけなんですけど、はい、楽しみですね。青春生誕はですね、あの人来ます。あの人がプロハンバーガーさんが来ます。はい、プロハンバーガーさんはちょっと前じゃないかもう結構前かな、やんちゃクラブでもちょっと紹介したことがあるんですけど、あの元レオパルドンっていう名義でナードコアっていうなんかジャンルの音楽をやってた人なんですよ。で最近だとあのレトロ CM 魔改造シリーズっていう超やばい YouTube のシリーズを作ったことでおなじみおなじみって言ってもあれですけどね、わしの中でおなじみなだけなんですけど、またリンク貼ろうかな、あのいろんな人に見てほしいから、あのレトロ CM 魔改造シリーズそれを作っている、もう今わしそうだ、あそう最近はね、最近はプロハンバーガーさんはあの何ですかね、架空の昭和史みたいな AI を使って画像を生成するのに凝ってるみたいで、架空の昭和史僕の考えた異常な昭和史っていう、その昭和の風景、ありもしない昭和の風景を AI に生成させて投稿するっていうやつを最近はやってた気がするあれも面白いですよね。いやーっていう人が青春生誕に来ます。はい、楽しみですね。はい、プロハンバーガーさんの、まあ、その人本職は DJ なんで DJ プレイを見せてくれるんですけど、なんか本人は DJ 行為をしますって言ってたDJ 行為さもなんか違法であるかのようなDJ 行為に及ぶわけですよね、はあ、DJ 行為に及ぶ様を見に行こうかと思います。はい、楽しみですね。じゃあそんな感じで今日は終わりです。じゃあまた明日。バイバイ。ピー。